入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。私はカルノムチョウドルです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いいたします。どうぞ先生。カレットマンモチョドリさんですね。はい先生。はい、あなたのお名前を教えてください。私の名前はカレットマンモチョドリです。はい、ミュージーは何ですか。カレットです。カレットですね。はい、カレットさんは自己紹介できますか。はい、できます。はい、まず簡単に日本語で自己紹介してお願いですか。はい、はい、はじめまして。私はカレットマンモチョドリです。二十歳です。生年月日は2004年の1月の1日です。今、ダッカのマモトプに住んでいます。趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの家はどこですか。コミラのドロッポルです。わかりました。今、どこに住んでいますか。今、ダッカのマモトプに住んでいます。誰と住んでいますか。家族と住んでいます。家族は何人ですか。5人です。5人ですね。あなたと入れて、誰と誰がいますか。両親と私と姉が2人です。わかりました。あなたのご出身はどこですか。バングラデシュのコミラです。はい、わかりました。あなたはどうして日本に行きたいですか。勉強しに行きたいです。勉強しにですね。何を勉強しに行きたいですか。日本語を勉強したいです。日本語勉強したいですね。日本語勉強終わったら次何をしたいですか。大学に入りたいです。大学で何を勉強したいですか。エレクトリカルエンジニアに勉強したいです。と、エレクトリカルエンジニアを卒業したら、次何をしたいですか。国へ帰って、オートモバイルの会社で働いています。はい、わかりました。と、あなたの将来の夢は何ですか。エレクトリカルエンジニアになりたいです。はい、わかりました。あなたは結婚はしていますか。いいえ、独身です。独身ですね。日本でどこ行ってみたいですか。日本の神戸へ行きたいです。どうして神戸へ行きたいですか。神戸は綺麗な町です。いや、神戸の景色はとても綺麗ですから神戸へ行きたいです。わかりました。日本について、はい、知りたいことを教えてください。いや、日本の平和と安全な国です。日本人は親切そうな人です。日本の首都の名前は東京です。日本人は親切そうな人です。日本で富士山は一番高い山です。桜花は一番綺麗花です。日本の文化について知りますか。はい、知ります。はい、文化、何か知りますか。教えてください。お花火と盆踊りと卒業式などです。そうですね。わかりました。日本語の試験受けましたか。はい、受けました。はい、何を受けましたか。JLPT と NAT です。JLPT はいつ受けましたか。去年の12月受けましたね。受けました。はい、JLPT で何点もらいましたか。94点もらいました、ね。もらいました、はい。今年は何歳になりましたか。20歳です。20歳ですね。わかりました。次の誕生日にあなたは何歳になりますか。21歳になります。最後の誕生日に何をもらいましたか。時計もらいました。はい、誰にもらいましたか。母に。母にもらいました。はい、わかりました。あなたの騎士弁者、スペンサーは誰ですか。母です。母ですね。お母さんは何をされてるんですか。商売をしています。どんな商売をしていますか。スーパーの商売をしています。どこで商売をされてるんですか。コミラのゴリポルに商売をしています。そのスーパーで、あなたのお母さんのスーパーでスタッフは何人働いていますか。3人働いています。はい、わかりました。あなたは日本に行ったら何を食べてみたいですか。ラーメンと寿司食べたいです。食べたいですね。わかりました。日本料理食べたことがありますか。いえ、ありません。日本に行ったことがありますか。いえ先生。日本のビザ申請したことがありますか。いえ、ありません。日本に友達がいますか。いえ、います。日本に家族がいますか。いえ、いません。あなたは健康ですか。はい、健康です。はい、健康ですね。わかりました。あなたの体に入れ墨がありますか。いえ、ありません。いえ、ありませんね。はい、わかりました。今朝何時に起きましたか。7時に起きました。起きてから何をしましたか。サワーを浴びてお祈りして、それからいや、ご飯を食べています。食べます。ご飯を食べました。食べました。あなたはどうして大使館に来ましたか。面接がありますから。わかりました。大使館に来たのは初めてですか。
はい、初めてです。はい、初めてですね。わかりました。あなたは誰と大使館に来ましたか？友達と大使館に行きました。わかりました。飛行機のチケットは買いましたか？いえ、まだ来ていません。はい、予約しましたか？はい、先生。はい、いつ予約しましたか？先週。先週ですね。わかりました。あなたの生まれたの場所はどこですか？コミラのドルトプルです。わかりました。コミラはどんな町ですか？にぎやかな町です。コミラで何が有名ですか？お菓子が有名です。お菓子が有名ですね。はい、わかりました。日本で学校はどちらですか？日本の神戸町です。神戸町ですね。はい、あなたはどうして神戸町へ行きたいですか？神戸はにぎやかな町です。神戸の景色はとても綺麗ですから神戸へ行きたいです。はい、わかりました。その学校で、あなたの日本語コースは何年間ですか？2年間です。はい、わかりました。学校のお金について聞きますね。あなたは今何をしていますか？日本語を勉強しています。日本語を勉強していますね。はい、日本に行ったら学校の寮に住みたいですか？はい、先生。はい、初段生活は大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですね。留学するお金、払う人は誰ですか？私の母です。母ですね。わかりました。今日は何月何日ですか？今日は4月15日です。明日は何月何日ですか？4月14日です。昨日は何月何日でしたか？今日は4月14日です。あなたの趣味は何でしょうか？サッカーをすることです。サッカーをすることですね。サッカーするのが好きですか？はい、先生。はい、好きですね。あなたの好きな飲み物は何でしょうか？コーヒーです。コーヒーですね。わかりました。好きな食べ物は何でしょうか？ビリヤニです。ビリヤニですね。ビリヤニ作ることができますか？はい、いえ先生、できません。いえ、できません。日本に行って何を食べてみたいですか？寿司とラーメン食べたいです。食べたいですね。わかりました。あなたは箸が使えますか？いえ先生。いえ、使えません。使えません。使えません。いつ高校を卒業しましたか？2023年、高校を卒業しました。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえば、すぐにでも行きたいです。はい、ありがとうございました。面接はここまでです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。